東日本大震災を起こした地震と阪神大震災の地震でいうと、エネルギーは1000倍近く違ったことになります。はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中一理科地学地震の5回目です。前回地震を伝える波 P 波と S 波で、その伝わり方について説明をしました。で、今日は、はい、いきなりポイントの1つ目、マグニチュードです。で、このマグニチュードっていうのは地震の規模、その地震のエネルギーの大きさを表すもので、記号は大文字の M で表します。で、ここで注意しないといけないのがマグニチュードと震度についてです。で、マグニチュードはこういうふうに何点何っていう小数第一位までで表すんですけれども、マグニチュード、阪神淡路大震災を起こしたあの地震、あの地震のマグニチュードは 7.3 でした。で、これは地震によって決まっています。東日本大震災を起こしたあの地震はマグニチュード 9.0 でした。で、震度っていうのはその土地その土地での揺れ方になるので、例えば阪神淡路大震災の時だと神戸とか淡路島は震度7でした。で、まあ、少し離れた香川県では震度4とか震度3で、もっと離れた東京とか鹿児島まで行くと震度1になります。このように一つの地震にマグニチュードっていうのは一つしかありません。で、これはもう世界共通の基準になります。でも震度っていうのは、まあ、前回も出てきましたけども、日本だと気象庁が決めているので、その国その国で震度には違いがあるし、同じ地震であってもそれぞれの地域、その距離とか地盤とかによって震度は変わってきます。さあ、ここでマグニチュード、この地震のエネルギーの大きさなんですけど、今マグニチュード 7.0 こんなちっちゃく書いてますけど、これ阪神淡路大震災を起こした地震だから、これかなり大きなマグニチュードです。でもなんでこんなにちっちゃく書いてるかっていうと、はい、マグニチュード 7.0 とマグニチュード 8.0、 これ1変わることで約30倍のエネルギーの差があります。そうすると今度マグニチュード 8.0 とマグニチュード 9.0 ではこれのまた30倍っていうことで、ここからここは1000倍のエネルギーの大きさが違います。1000倍ですよ。だからあの大きかった阪神淡路大震災、まああれはもう、どこが震源だったかにもよるんですけど、もう本当にその震源のエネルギーだけでいうと、東日本大震災を起こした地震と阪神大震災の地震でいうと、エネルギーは1000倍近く違ったことになります。で、今ここマグニチュード 7.0 ちっちゃいって言ったんですけど、これでも面積的な比率は全然合ってません。それを合わせてやるとこんな形になります。まずマグニチュード 7.0、 あの阪神淡路大震災、正確に言うと震災っていうのはその地震が起こってその後いろいろ災害が起こる、それを全部合わせて震災って言います。で、地震の規模なので、このマグニチュード 7.3 っていう地震は兵庫県南部地震になります。で、兵庫県南部地震が持つエネルギーがマグニチュード 7.3 です。で、今度マグニチュード 8.0、 約30倍の面積で円を描くとこのぐらいの大きさになります。で、これが関東大震災、まあ、正確に言うと関東大地震、
この関東大震災を起こした地震、関東大地震のマグニチュードが 7.9、 そしてマグニチュード 9.0 はあの東日本大震災を起こした東北地方太平洋沖地震、これがマグニチュード 9.0 になります。ですから面積で言ったら 7.0、 8.0 で30倍で、 8.0 から9.0 で約30倍、ここからここだとエネルギーは1000倍になります。さあ今回はマグニチュードの説明をしました。でこれ震度との違い、よくテストでも聞かれるのでしっかりと区別をしておいてください。で次回からは地震がなぜ起こるのか、起こる場所とか起こる原因なんかについて見ていきたいと思います。では今日の授業は以上です。